で、ここへ座り込め。
ご視聴ありがとうございました。
命を離れながら、幸運を植えて
断じて許せるものではありません。何よりも安倍政権が強くに新国を取りますために、彼女の前の方が行ってる、向こう側は行ってる。
はい、最後そうよ。二人で連続に沖縄の時計で参りします。今日は寒い中をこのように大勢の皆さんにお集まりいただきます。辺野古に新しい基地を作らさない、こういう思いで皆さんお集まりいただきます。県民に代わりまして、心から熱く御礼を申し上げます。私は実は、このような形での挨拶というのは初めてであります。私は本当の意味の沖縄の自由民主党員であると思っております。皆様ご承知のように昨年の3月28日沖縄県の自由民主党から長尾市長選挙辺野古ノーという候補を応援したということで除名をされました。けれども除名をした皆さんは公約違反の男たちであります。辺野古ノーと言っている自由民主党にもたくさん私みたいな人たちがおります。今沖縄はオール沖縄ということで、ここで沖縄の質問題は保守革新で喧嘩をしている時じゃない。これからは相手はこの日本政府だ、日本政府だ、こういうふうに言いながら政府から涙ほどのお金をあげられて、お互い県民が喧嘩をするのはこれ間違ってる。我々は今こそ心を一つにしてやらないと、あの辺野古の海が埋め立てられて、そしてあとは向こう200年間この新基地は耐用年数があると言われております。この沖縄はまたあの70年前同じようなことをやられようとしております。私は今このような形でマイクを握ってやってる若い方として、国会でも2番目に若い方であるそうです。78歳になります。教科書決定をやった時に、今から7年前です。2007年の9月29日皆さんもご承知だと思います。あの宜野湾の海浜公園に116,000名、地元ではバスの人が来れるからああいう人たちがいっぱいある、これまでいると15万人だと言われております。沖縄県民は140万、その中の15万人があの結集して検定意見撤回を求める県民大会を成功させました。あの時の総理大臣が今の安倍第一次内閣であります。なぜあのように多くの人たちが集まったか、これは文明によって集団自決が発生した、こういうのがあったが、高等学校の出張こそから安倍政権になっていつの間にか文明が取られてしまった。それに怒り出したのがあの116,000名の大会であります。今回はむしろあの以上に沖縄県民は怒っております。いくら主張しても沖縄には民主主義はないのか、あるいは主権はないのか、こういう思いで今ごじごじしております。どうか国民の皆さん、そのままやっておきますと、あとは集団的自衛権、あるいは特定秘密法を通りますと、あの戦前みたいな戦争まっしぐらの状況が考えられます。そうなると戦前みたいに赤札一枚で皆さんの子や孫は戦争に引っ張り出されます。こういうことがあったらできません。そのために私は自由民主党でありますけれども、先頭に立って頑張っております。理財ご数を皆さんお力を貸してください。ありがとうございました。国会ホールに集まられた皆さん、私はオール沖縄一区代表、日本共産党の赤嶺政権でございます。
市を1区、2区、3区、4区、辺野古新基地建設反対の候補者を当選させようと、団結をしっかり築き上げて、1区から4区まで自民党全員を落選をさせました。さて、辺野古新基地建設反対の候補者4人が今日揃ってこの場に結集することができました。県民の民意を岩盤のように固くなった民意を、安倍首相がどんなドリルを持ってきても絶対に破壊することはできません。県民の熱い壁に阻まれて追い詰められるのは安倍内閣の側であります。今や皆さん、私たち沖縄県民はあの辺野古の埋め立て承認を撤回させる、取り消しすることができる、この権限を持ったのは沖縄の尾長知事一人であります。政府も絶対にここに介入することはできません。日本全国で尾長知事を支えて、尾長知事に埋め立て承認取り消し撤回実現して辺野古を止めようではありませんか。共に頑張りましょう。高見さん、ありがとうございました。まさにオール沖縄、沖縄の小選挙区1区から4区までの衆議院の議員の皆さんが参加してくれました。ありがとうございました。4月25日、国会合議のこのヒューマンチェンジに参加されました多くの仲間の皆さん、改めまして今日のこの集会を企画していただいたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。先ほどから話がありますように、今沖縄辺野古では大変な逼迫した状況の中で県民が戦っています。マスコミを通してご存知だと思いますが、あの海上保安庁の大変な暴力に多くのみんなが大変な恐怖と戦いながら、それでも県民の民意をしっかりと表していこうと戦っています。安倍政権はご存知の通り、戦争への道を一歩一歩進めています。それは集団的自衛権の行使より特定秘密保護法、そして最後はおそらく平和憲法を改悪していこうというその道へ進む政権であります。その前段で沖縄の県民の民意を無視して辺野古への新基地を作るようなこの動きに対して何としても阻止をしたい、その思いで皆さんと一緒に戦ってまいりたいと思います。沖縄の民意は先ほどの衆議院選挙の1区から4区までの当選をされた私たちのここにある衆議院の皆さんが当選をした、さらには県知事が当選をした、これは全て辺野古に新しい基地を作らせない、そのような公約で当選をいたしました。しかしこのことを無視しています。安倍政権にはまさに民主主義は通用しないでしょうか。尾長知事にも合わない、そのような安倍政権を打倒し、何としても辺野古への新基地断固許さない、そして戦争につながる全てのものに反対をしていく、
意を込めて皆様と一緒に勝利をするまで頑張ってまいりたいと思います。最後まで勝利を目指して頑張りましょう。ありがとうございます。沖縄選出の国会議員の皆さん、ご臨時に対してもう一度大きな拍手をお願いします。さて、サンキラではこの正門前で集会するということでしたが、今日5000とも6000とも言われている方がここ国会法院の講堂に来ています。そろそろ、移動を開始しながら国会を包囲する形で移動をゆっくりと開始していただきたいと思います。どんどん、こちらから右左に行って、国会を包囲する形を作っていただきたいと思います。包囲は3時15分に1回目をやりますので、ぜひそれまでの準備をお願いしたいと思います。それでは続きまして前田哲夫さんの挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。今その瞬間にキャンプ集落ゲート前の道路にはプラジゴにたくさんの人が溢れて辺野古基地建設抗議をしています。辺野古のビーチ前のテント村でもたくさんの人が同じ思いを共有していると思います。安倍首相はイスラム国の人質殺害予告に対し言語道断であり許せないと言いました。しかし安倍首相の沖縄辺野古に対するやり口こそイスラム国と同様言語道断許せないという行為ではないでしょうか。沖縄県知事、沖縄県議会、沖縄県市長本庁会、名護市長、名護市議会、挙げて反対し、沖縄県民の圧倒的多数がノーと言っている、この辺野古基地建設強行することはまさしく貢献力によるテロであり国家テロと言わなければなりません。そもそも沖縄県民は安保条約に従う義務を有しません。なぜならば1960年日米安保条約日米地位協定が国会で採択された時そこに沖縄県選出の国会議員は一人もいませんでした。沖縄県民は参政権を持ちませんでした。そのような中で安保地位協定は結ばれたのです。地位協定第2条は日米両政府が合意すればいかなる場所に施設および区域基地を建設することが合意されると書いてあります。全土基地協定と呼ばれています。そのような屈辱的な条約なのです。ドイツはそのような条約を持ちません。イタリアも持ちません。フィリピンにも持ちありませんでした。そのような屈辱的な協定日米地位協定によって今沖縄に基地が作られようとしている。明日からこの国会で来年度予算案の審議が始まります。そこに辺野古予算が入っています。それを通さないこと、それを廃案にすること、削除すること、その思いを込めてこれから国会を抗議しましょう。前田さん、ありがとうございました。それでは続きまして、鎌田聡さんの挨拶を受けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、いつもの活動をやりますので
会に駆けつけてきた皆さん、私たちはまだまだ光が足りません。私たちの光をもっともっと大きくしなきゃいけません。大きくして絶対にの呼吸を少しする、そういうふうな決意を固めなくていけません。沖縄の人たちは今から70年前、日本軍のためにどれだけ殺されたことか、4人に1人が殺された悲しみの島です。そして日本本土守るために犠牲にされました。戦後はどうだったでしょうか。銃剣と武道館によって沖縄の人たちの畑は米軍に奪われました。日本はそれを支持しました。そしてその後ずっと、なんと日本の 75% 以上の基地は沖縄に押し付けられています。そして私たちは何もしてなかった。そして今度また新たに辺野古に米軍の新基地が使われようとしている。これは200年も保存されるというふうにも言われています。沖縄の人たちは本当にどんな悔しい思いでいるのか、それを私たちはどれだけ感じてきたか、本当に恥ずかしい感じです。名護市長選挙も勝ちました。名護市議選挙も勝ちました。そして沖縄知事選挙も原発ノーで原発でないと決めました。原発ばっかりで決めますから支持者反対で決めました。そして今度国会議員も完全に勝ちます。それでも安倍内閣はまだまだ建設をしようとしています。これは沖縄に対する差別であり、いじめです。私たちはいじめをやめろとやらなきゃいけない。見て見ぬふりしてはいけない。差別は見て見ぬふりしてはいけない。差別はやめろ、いじめをやめろと言うしかない。そうしなければ私たちの人権は全くない。私たちは沖縄を犠牲にして生きていくわけにはいかない。沖縄に地形を全部押し付けて私たちはのほほんとして暮らすわけにはいかない。そういう意味で今日皆さん、私たちはここに集まってきたと思います。そしてこれからチェーン、基盤チェーンを国会に行きます。しかし本当は今日だけではない。これからずっと沖縄が戦う限り、私たちは兄弟として一緒に戦っていく、そういうふうな思いで集まってきました。この気持ちを忘れないで本当に頑張っていこう。沖縄を孤立させない、絶対孤立させない、建設させない、アメリカの住民には憎めない、頑張っていきましょう。やはり、人数が多く溢れているみたいなので、ヒューマンチェーンを作る体制を作ってください。ご協力をお願いしたいと思います。それでは、先ほど山本太郎さんがいらしていることは報告しましたが、民主党の安倍智子さんがいらしていますので挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ではもう移動するというので短くいきます。皆さん本当によくお集まりくださいました。今の日本、このままでは子や孫にも恥ずかしい。沖縄の現状はかつての三里塚の強制大執行を思い起こさせます。多くの流血がありました。今沖縄がこれだけの民意を集めて、どうしても子どもたちのために基地は作らせないと思っている、その心は今人質になっている後藤健二さんが世界の子どもたちを、戦火の中の戦乱の中の子どもたちを移して世界から戦争をなくそうとする気持ちとぴったり同じだと思います。命の尊さ、私たちが子や孫に伝えたい命の尊さ、殺すための基地はいらない、これから先もいらない、そして何よりも本土の人間が、私や山本太郎さん本土です。だからこそ沖縄のために立ち上がりたい。皆さんにそれを誓ってご挨拶とします。頑張りましょう。頑張りましょう。
皆さん、今日の大きな目的、ヒューマンチェーン実現のために移動を始めます。みんなで絶対に国会法位目指し頑張りましょう。まだまだメッセージが続きますが、どうか皆さん成功のためにご協力お願いします。移動ができる方から移動をお願いします。コールをしながら移動をしていきましょう。シュプレヒコール、シュプレヒコール。
浦和市の普天間の出身の細山純志郎と申します。国際キリスト教大学の3年生です。実は昨日の本当に24時間前まで辺野古にいて、辺野古の原稿の皆さんに自分は東京に行って時に戻ってできることをやってきますっていうふうにお話しして、今日東京に戻ってきました。で今日早速今回までこんだけ多くの人に対して辺野古のことを、辺野古建設やめろ、高いも建設やめろというふうに伝えることができるのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。で、まあ、東京戻ってきて、まあ、早速寒いなと思って、沖縄めちゃくちゃ暖かかったですね。でもやっぱり夜はすごい気温が上がって5度くらいになるんですよ。でそんな中、自分たち同世代の若い人も何人か10人くらい集まってて、お話しして年配の人も交えて話して、で、まあ、7人があるので朝がったんですけど、でそういう中で、まあ、三品茶の差し入れとか飲みながらお話ししてました。でさっき電話があったと思うんですけど、山城みどりさんがそんな中私たちに若者にちょっと聞いてほしいということで一言をいただいて、自分はそれがすごく印象に残っているので今日皆さんと一緒に共有したいなと思います。で彼が話したことは、まあ、今からトレーラーが来るかもしれない、その時に機動隊、警察と私たちは対峙することになるだろう、戦うことになるだろう、でも君たちは将来があるから、そこは自分たちの判断で機動隊と前に立つか、警察と前に立つか、それともそばで見てるだけは判断してほしい、でも君たちはもう見てるだけでもいいんだということを山城鶴瓶さんはお話してました。自分も実際に現場に行って対峙するっていう覚悟を持ったんですけど、でもやっぱりそれは怖いですよ。警察の皆さんの前に立つのとか逮捕されるんじゃないかなとか怪我するんじゃないかなとか、そういうのが怖かったです。でもひろりさんがそこを気遣って見てるだけでもいいんだっていうふうに言ったことって、すごく自分に対して問われている気がしたんです。これからが君たちの将来を俺たちが作っていくんだっていうふうに広瀬さんが言っていることにすごい、感銘を覚えました。でそれは自分だけじゃなくて本土の人たちも問われていると思います。この東京に皆さんにも問われていることだと思います。それは沖縄はずっとこの戦後70年通ってきたことだと思います。沖縄は何なんだ、日本なのかっていうふうに、もう基地はいらないんだっていうふうにずっと問いかけをしてきました。で今回ここに衆院議員の皆さんが、参議院議員の皆さんがお世話になってます。でまた今回の沖縄県知事選で沖縄も基地いらないっていう問いかけをしています。それに皆さんはどういうふうに答えるんですか。山城秀司さんのような覚悟を持って絶対に使わせないっていうふうに覚悟を持って答える覚悟は持ってますか。本当にそれは私は問いたいと思います。自分たちの将来のためにこれからまたこういうふうに集まって日本政府に対して声を上げていきましょう。 できたら沖縄の現場でも足を運んで実際トレーラーの前に立って工事を止めていただきたい、止めてほしいなと。自分も時間があったら休みの大学休みの時には必ず足を運びます。皆さんも行きましょう。で東京にいながらもできることはあるので、一緒にまたこういうふうに声を上げていければと思います。今日は本当にありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。本当に移動についてヒルマンチェーンの体制を整えるために移動をお願いしたいと思いますので、どんどん誘導係に従って移動をお願いします。それでは続きまして、沖縄の戦いと連帯する東京都の集会実行委員のメンバー、ぜひ発言をお願いします。次は辺野古リレーの辺野古へカヌーを送る会のメンバーですので準備をお願いします。沖縄の戦いと連帯する東京東部沖縄実行委員会です。私たちは95年の少女暴行事件の翌年1000人の集会をやりました。そして東京下町は大空襲で10万人が虐殺されています。そういう中で戦争問題を考えるとき、沖縄の問題と向かわない限り本当の戦争は見えないんじゃないかということで、今19年目に入りました。
先日11月には、仲間11人と沖縄の現地に座り込みに来ました。やはり今の安倍政権が沖縄の人たちの命も生活も全て踏み潰そうとしている姿がはっきりと見て取れますが、私はこのことはやはり安倍政権が本気で戦争をやろうとしているんじゃないかなというふうに思います。あの海の海猿の暴力、そして軍隊を作っていく、巨大な軍事基地を作っていく、今小学校では戦前の道徳教育が本格的に始まろうとしています。私たちは沖縄の人たちが強いられてきた沖縄戦や基地反対の運動が私たち自身の未来をも作ってくる、私たち自身の生き方も問われる運動だと思い、今本格的な安倍政権のこうしたやり方に対し、この東京でもっともっと運動を広げていきたいと思っています。今度の週末にはまた仲間12人と沖縄の座り込みに来ます。まあ、やっぱり私たちはその座り込みの時にも言ったんですけれど、本当にもっともっと今の若者が問いかけたというように、今度で東京で自分たちの地域でこの沖縄の問題を考え、自分たちの問題として訴えていく、広げていく、このことを一番今の安倍政権は恐れていると思います。だからマスコミを潰しているんだと思います。皆さん、あの国会議事堂を見てください。あの国会議事堂が沖縄を今潰そうとしています。でも絶対に負けることはないと思っています。私たちはやっぱりこの地域で沖縄につながる運動をこれからまた本格的にやっていきたいと思います。今日集まられた皆さんと共に東京ドームも頑張っていきます。共に勝利の日まで頑張っていきましょう。ありがとうございました。それでは続きまして、辺野古にカヌーを、送る会からの、アピールです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。辺野古へカヌーを送る会の山口です。昨年の夏、辺野古で会場でカヌーを漕いで戦っている姿を見て、私たちも辺野古へ行きたくてもなかなか行けない、そういう私たちが辺野古の現地の戦いと本当に結びつく戦いをしたいということで、辺野古へカヌーを送る運動を始めました。多くの皆さんの共感を得て、現在のところカヌーを救って、カヌーを運ぶための軽トラ、ゲート前からトイレへ行くためのワゴン車、集会で使うワイヤレスマイク2台、その他ウェットスーツやウェットソックスなどを送ることができています。ご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました。2月の5日に報告会を開き、今後の戦いについて皆さんと討議をしていきたいと思っています。私は先週辺野古に行って、現地で私たちの看板が本当に生かされていると感じました。そして送ったもの以上に私たちの気持ちはしっかりと届いていました。そしてこの私たちの気持ちを受け止め、戦い抜いている辺野古のゲート前にいる皆さんと本当に連帯すると言える戦いをこの大和で作っていかなくてはなりません。もう大和王中の恥ずべき歴史を終わりにしましょう。終わりにしないとね。あの沖縄戦で五反の苦しみを押し付け、そして基地を押し付け、基地反対闘争まで押し付けてきた、その歴史をひっくり返しましょう。私たち大和王中も戦争絶対反対なんだ。ほら、その声を高らかに上げて、そしてお互いの戦い方の違いが、考え方の違いを認め合い、乗り越えてオール沖縄の戦いに学びながら、大きな力強い運動を作り上げていきましょう。今日はたくさんの方がいる中、私たちのような小さな運動にアピールをさせていただきありがとうございました。私たちも本当に必死で沖縄と連帯する戦いを作り出していきます。共に頑張りましょう。
ました。それでは続きまして労働組合から一団体挨拶をいただきたいと思います。この間沖縄の戦いに連帯し活動を続けている練馬区食堂のメンバーが来ています。練馬区食堂の方よろしくお願いします。国会周辺にお集まりの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。東京都練馬区職員労働組合職長の八田と申します。先日私どもの大会でまた一つ大きな決議を行いました。私たち公務員の労働組合だからといって自分たちの給料やあるいは労働条件だけを戦うことではどうにも良くならないんだ、そうではなくて今声を上げている多くの方々に耳を傾け自分たちがその場に足を出していくことでこそ初めて私たちの要求も叶い、そしてより良い社会が作れるんだということを決議してきたところでございます。私ども練馬区食堂はこの間5年間にわたり新しく入ってきた職員を中心としてあえて沖縄に連れていくという行動を行っております。沖縄は卒業旅行で行ってきたよ、修学旅行で行ってきたよ、そういう方々がたくさん入ってきてくれます。しかしなぜそこに基地があってなぜ多くの方々が亡くなってきたのか、その歴史を踏まえているのかどうかというところではちょっと頼りないところがあったからそうした事業を行ってきているところでございます。これで5回目になりました。来年はまた6回目を行いますが、ただそれだけではダメなんです。やはり職場の中で中枢で働いている者たちこそも実際に沖縄の戦いに行こうじゃないかということで昨年10月には第1波の現地のゲート前での座り込み闘争にも参加させていただきました。そしてなんだそんなことやるんだったら次もやってくれ、組合から声が出てきております。ようやく組合の中も職場のことだけを考えていたらいけないという声が広くなってきているところは私どもの背中を執行部の背中を押されているものだと思っております。来月第2波を送る予定でございます。思い返せば辺野古のテントのところで戦いが長々と続いております。あの初めの時に練馬のみんな職員から市民の区民の皆さんからカンパを集め、そして船に取り付ける船外機を送りました。今度の戦いでは物ではなく人を送ろうと考えております。来月の第2波に続き第3波第4波を計画しております。練馬の地で沖縄とは離れておりますけれども、しかしながら同じ戦いを繰り広げていく、そして東京での何かできるまた違う戦いもあるはずだ、そんなことを思いながら練馬区食堂自治労の旗の下で進んでいこうかと思っております。これからどうぞ皆さんと共に歩みを進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは続いて東京で関東で獲得する若い人たちの声を聞いていきたいと思います。辺野古の戦いを全国辺野古リレーのメンバーの挨拶です。イエーイ、皆さんこんにちは。こんにちは。私たちはボーリング調査の始まった昨年8月から関東から辺野古の座り込みカヌーの戦い、夜間のトラックの阻止行動、そうしたことに参加して、そしてこの東京に戻って自分たちが見てきた現実を伝えながら防衛省にも政府にも抗議をしてきた集まりです。皆さん、私が言いたいのは何よりも現地に行ってくださいということです。東京での戦いとともに今現地では1人でも5人でも10人でも多ければキャンプシュワブに入る
トラックを止めることができた、そうした場面がたくさんたくさんあります。防衛省は車道に警察を一列に並べて、みんなが休憩に入った瞬間に埋め立てトラックをどん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 基地の中に入れています。ひどい。その時、それまで休憩をしていた人が、自分は今からなら動けるからその入り口に立って監視をしているよということができれば、そのトラックは止めることができました。夜の間に現場で頑張る中心的な方たちをゆっくり寝てもらうことができれば、その間我々支援者がインターチェンジで車で監視をしたり、ゲートの前で監視をすることができれば、本当に止める局面で必ず止めることができます。今まさに現場では私も火曜日までいましたが、入れられたらさらなる作戦を考えて止める、そうして止めたら機動隊は次の作戦を考えて出し抜いてくる、激しい激しい攻防戦になっています。その一方でたくさんの人がテントの中に泊まり込んで語り合ったり、一つ一つミーティングして決めたり、たくさんの差し入れが届いてみんなで分け合ったりしながら、とてもとても貴重な空間が生まれています。東京の皆さん、全国の皆さん、今こそ現地に行って、運転手から夜間の監視から車を止めることから、先ほどの若者が話した見守ることまでやっていきましょう、やっていきましょう。そしてそれをそれぞれの地域に持ち帰って伝えましょう。新たに行く人を作りましょう。私たち辺野古リレーも今2人の仲間が行き、若い学生を中心に来月も5人が順次向かっていきます。私自身も一番の戦いの局面で必ず行きます。そしてこの東京で暴力の責任者である安倍政権をみんなで倒しましょう。彼らを倒すことが必要です。このままでは本当に死者が出ておかしくありません。私たちは今日3時半で終わったら4時から海上保安庁と警察庁に暴力をやめろと抗議に来ます。みんなで行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは3人になりました、包囲行動の準備をお願いします。包囲行動ヒューマンチェーンは3時15分、そして3時30分2回行います。ぜひ包囲行動の準備、薄いところ人があんまりいないところに行っていただき、ぜひ手つなぎの準備をしていただきたいと思います。それでは辺野古と、もう一つ今緊迫しているのが高江のヘリパッド基地建設問題です。東京で首都圏で活躍するユンタク高江のメンバーが来ています。ユンタク高江のメンバーからアピールをお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、私たちは東京から、沖縄高江の問題を支援する、ユンタク高江というグループです。辺野古も今大変で、私も毎日インターネットで情報を見てわじわじしてるんですけども、高江の方もあまりニュースにはなりませんが、今も毎日24時間座り込みが続いています。高江は実は今工事は止まっているんですけども、止まっているのではなくて止めています。夜も車中泊で毎日ゲートの前に寝ている方々がいます。ぜひそちらのご支援もお願いしたいと思います。最初ですね、今高江で問題になっているのは、その座り込み排除を法的に防衛省が隠しているという問題があります。今先導隊の路肩をネットを立てて座り込みをしているんですけれども、その部分を
して共同使用の場所だったんですけども、そこをあの米軍専用地に変えて、で立ち入ったら処分で裁判で訴えると、そういう脅しをかけてきています。でまあ、そういうことに対して住民の方々もあの防衛局に何度も要請に行ってるんですけども、詳しいことを教えられない。でもういつ排除されてしまうのか皆さんを言いながら、あのそれでも絶対に聞かないと割り込みをしている状況です。で、まあ、私たちとしても中央で決まったことでいきなり排除になってしまうのかと思っているので、今度の火曜日ですね、27日あのユンタク社会主催で関係省庁に申し入れを行います。ですね、朝の10時半に永田町駅に集合して、最後ゴールが4時半にあの防衛省に行きます。で電話、各省庁に私たちもちょっとドキドキしながら電話したんですけど、本当に冷たい態度でした。申し入れに行きたいと、要請書を渡したいと言っても大体郵送して来てくれと会ってもくれない省庁がほとんどで、一応手渡すのは防衛省、林業庁、箕輪県東京事務所、こちら手渡します。でまあ手渡せないんですけども、一応省庁前でアピールをしようということで、アドバイスを法務省とかいろいろ回りますので、行きましたら、ユンタク社会人インターネットなどでチェックして、ぜひ皆さんご参加ください。東京からも声を上げましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、3時15分、ヒューマンチェーンやります。大丈夫でしょうか、準備は。こちらからよく見えませんので多分大丈夫だと思います。それでは、続いて、キャサリン・ジェイン・フィッシャーさんがいらしてますので、アピールをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。いいですか。皆さん、こんにちは。こんにちは。私はキャスリン・ジェイン・フィッシャーと申します。沖縄は20年ぐらい触り込みしています。私のスピーチする間は3分です。その間みんなも触り込みしてください。できる人座ってください。外国のマスコミのためには私が英語でスピーチします。Time keeps on ticking into the future. I have been given 3 minutes of your time to talk today. I ask you to all sit down. Today my speech is an open message to Prime Minister Abe. Time keeps on ticking into the future.For nearly 70 years, the US military has been blatantly raping, murdering, and committing crimes against the people of Okinawa. The Japanese government does nothing to help us. There was no rape crisis center for all those years. Imagine that. For over 10 years, I was forced to search for the US serviceman that raped me after he fled Japan.My case was blatantly boycotted by the US military. I was treated like a criminal. I was treated like trash. For over 20 years, the Okinawan people have sat down and peaceably protested day in and day out in hopes to save a coral reef from being destroyed. 20 years, and I ask you to sit for 3 minutes. Why am I here today?I'm trying to make a difference. I'm fighting for the future of my children. 私の子供も沖縄人です。My children are Okinawan. What have we done to our world? Terrorism is rampant and we all condemn this. What is terrorism? Terrorism is the use of violence against civilians in the pursuit of political goals. What have we done to our world?
The people of Okinawa are trying their utmost to save the colony from destruction. The riot police, in acts of violence, are injuring 80-year-old civilians in Okinawa to the point of hospitalization. I ask Prime Minister Abe, if the use of violence against civilians in pursuit of political goals is terrorism, then we have terrorists now in Okinawa. When I was raped, my life was destroyed. I was treated like a criminal in the same way that Okinawans are being treated today. My life was destroyed by a US military serviceman. And now the Japanese government is trying to destroy Okinawa. You sat for 3 minutes. Okinawa sits for 20 years. The US military destroyed my life. But I will continue to use my voice to end rape in Okinawa and to stop the destruction of Hemko. Today, I make a plea to the world to listen to my voice. Do you like your name でこれを会場本人の前で私変更で投稿しました。私のメッセージは Don't rape us! Don't rape the sea! ありがとうございました。時間はだんだん過ぎていきます。今日私のスピーチは安倍首相への直接のオープンメッセージです。70年間米軍は沖縄の人たちを明らかに礼儀して殺していろんな犯罪を犯してきています。しかし日本政府は私たちに何も助けようとしません。当時長年レイプの被害者を支援する政策もすることなかったです。それ想像してみてください。私は10年間も私をレイプしたアメリカの兵隊を自分一人で10年間探さなければいけなかったのです。日本を逃げて後でもずっとアメリカで探しました。そして米軍は私の事件を明らかにボイコットしようとしていました。私は犯罪者のようにゴミのように扱われました。20年間沖縄の人たちが座り込みを平和的にずっと抗議しています。20年間そして私たちは今日今ここで3分たった3分を座っています。私は今日なぜここに来ましたか。私は自分にできることをやろうとしているだけです。自分の子供たちの未来のために戦おうとしています。私の3人の子供は沖縄人です。沖縄の血も私たちの体中流れています。私たちはこの世界に何をしようとしているのか。テロというものは世界中にあります。それはもちろん許してはいけません。しかしテロとは何でしょうか。テロというのは政治的な目的のために市民に暴力を使うことです。では沖縄で何が今起きているのでしょうか。沖縄の市民がその珊瑚礁を守ろうとしていて、それで機動隊が暴力を使って80歳の市民でも入院させるぐらい暴力を使っています。安倍首相に聞きたいのです。市民に対して暴力を使うということがテロなのであれば、今沖縄で起きていることもテロじゃないでしょうか。そうだ、テロだ。ほら、テロです。私の人生は米軍によって米軍たちアブに壊されてしまった。しかし沖縄の人たちの人生も今同じように破壊されようとしています。それで私たちは沖縄の人たちと一緒に、それ自分たちの声を上げて沖縄でのレイプを止めて、そして辺野古での破壊を止めることにできることを一緒にやりましょう。ぜひ私の声を聞いてください。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。それでは3時15分の1回目のヒューマンチェイに向けて皆さんご準備をお願いしたいと思います。あと2分あります。動きながら、スプレーコールをやりたいと思います。じゃあスプレーコールよろしくお願いします。皆さん、ソロが曇ってきましたけど、皆さんの手元にある青、そして体に身につけている青、この青で沖縄と結びつきましょう。沖縄の海とオスプレイがない沖縄の美しい空と結びながらヒューマンチェーン、つながりを手をついてもらいましたら、どうぞ動いてください。
成功されてはセンター階段これから、デリアルやあと1分です。こっち向きになったらいいんだろう。国会を囲むんだから、こっち、こっち、はい、あと1分です。皆さん準備、会場の人と手をつなぐ距離にいました。どんどん手をつなぐ、準備をしてください。まず準備ができたところからやりたいと思います。それではエイサー隊の音楽が鳴り響きます。それを基本にしてヒューマンチェーンをこれから行いたいと思います。それではエイサー隊の音楽スタート、よろしくお願いします。スプレッコールに合わせて手をつなぎたいと思います。よろしくお願いします。すでにつながっているという情報も入ってますので、よろしくお願いします。音響さん、マイク大丈夫ですか？マイク使いますよ。音響さん大丈夫ですか？それでは気を取り直して、もう一回シュプレッコール、シュプレッコール、ヘロコリッチョーサー、ヘロコを目指せよ、ヘロコリッチョーサー。
look. I actually got that one right. そして今日の参加人数は
7000人ということで応募されています。本当にありがとうございます。それではプレコールをやりながらもう一度ヒューマンチェーン開始します。よろしくお願いします。先ほどお声掛けした方々、こちらの方にお願いします。赤信号です、赤信号です。
毎日毎日お仕事さんです。あっそうです。我れらの路線、人汗を。